というわけで、じゃあ、はい、メールを。聞いてるとテンションが上がるアニソンはっていうね。いっぱいありますよね。はい。聞いてるとテンションが上がるアニソンってなんかあるノブ？あ、僕はやっぱデジモン派なんで、はい、バタフライ、ブレイブハートはそうなんですけど、うん、あとやっぱりポケモンですね。ポケモン？ポケモンもすごい好きで、あの、テンションというより、もう胸からなんか熱いものが込み上げてきて、最終的には涙が出てくるのは、もう、風と一緒にっていうのが、小林幸子さんの曲である。あの、劇場版のやつか。はい、劇場版のミュウツーの逆襲の曲なんですけど、あれはもう、歩き続けての、その手でもう泣けますね、多分。懐かしい。一番最初で泣いてますよ。すごいよな。ミュウツーの逆襲ってポケモン映画の中でも、やっぱり一線を画した出来。あれは重い話だよな。でも、ピカチュウ同士が叩き合ってる瞬間とかもう、ボロボロ涙が、え、本当ですか？はい。あ、大丈夫ですか？そういう、いや、最高だぜとか見てませんか？ケドリさん。大丈夫です。やがましい。はい。朝倉くん。見た映画。47名、この人です。最高だぜ。思ってたんだ、最高なんですって、やっぱり。うん、俺もほら、ポケモンの歌いっぱい替え歌作るぐらい好きだからさ。ポケモン言えるかなとか。純粋に、楽しめる。本当にそれはポケモンの名前が入ってました。ホーケーっていうのを使って。あったな、そんな歌。いや、俺多分アニゲラで歌ってないよ、これ。いや、俺個人的に聞いてますよ、それ。ホーケー川によく絡むって。歌っちゃいましたね、今。ホーケーいや、だからこれダメだ、ヒロミ。フルであるから、歌詞。あ、そうなんですか。アニゲラが終わる時に歌おうと思って。なんかサビもあるんですね。じゃあ、ゴールデンさんのシルバームーンのところあるんですね。そうそう。なんだっけな、歌詞を振り付けない。プレス、ステージじゃなくて、なんか、そういうメーカーの名前だね。検索はベガスビアって、あの、当時だな、みたいな。全然勘に鈍ってないですけど、最近やんないなと思って。あと、ラプラスに乗られてっていう。ラプラスに乗られて、乗られてって。やめてラプラス、その界隈で意外と人気あるんですよ。その界隈ってどこですか？乗られちゃうんだな。乗られちゃう？俺もう、たけしやったし、もうやめよう。そうですよ。やってますからね。公式関わってんだから。そうそう、やめよう。確かに。やめよう、やめよう。また川崎監督が胃を痛めちゃうから。そうっすね。しんどくんそれないよしんどいよって。あ、伊藤郎くんがまた辛い時期にっていう。頑張ってください。誰か励まして。